お、誰だ？なかなか斬新なアイデアですね。誰？ですが、私を感動させられるでしょうか。うん、なんだ？スクさん、言いにくいのですが、実はアンディと賭けをしてしまったんです。最初は不気味なカボチャととんがり帽子の話をしていただけだったのですが、思わぬ方向へ話が進んでしまって。不気味なカボチャととんがり帽子ってハロウィンのことかな。彼の度肝を抜くようなハロウィンの出し物を用意しなければならないんです。不気味でゾッとするハロウィンにできるかどうか試されているんですよ。オルガンのコンサートでも開こうかなと考えているんです。魅惑的な音色でミステリアスな雰囲気になるでしょう。だけどそのためにはオルガンが必要ですね。スクさん、手伝ってくれますか？私一人ではどうにもなりません。こんにちは、スクです。ホームスケープっていうゲーム続きやっていきます。いきなりなんかこいつ賭けをしたとか言って実家に押しかけてきて勝手にリフォームしてるくせに今度は勝手にオルガン買おうとしてんのか。やべえなこいつ。うわ、なんだこれ、スプーキーシーズン、ハロウィンのイベントか。まあまあまあ、なんかいろいろやれってことですね。何すればいいのかちょっとよくわかんないけど、まあとりあえずハロウィンのイベントは置いといて、ストーリーを今回はちょっと進めたいと思います。めっちゃ掃除してるね。確かね、前回ね、このテレビをつけようとしたらつかなかったんだよね。新しいテレビ買ってさ、これもうザーっつってもうザーっつったまんまほっといたんだけど。というわけで今回はカカシを作って、あのアンテナを直すんだよね。よし、取り掛かろう。悪いカカシは鶏さえ驚かしません。まして屋根の上の海線山線のカラスは言うに及ばずです。急に難しい言葉使い出した。幸いすごいカカシを作るのに必要なものは揃っています。父の古いジャケット、祖父のシリンダー、私の古いスカーフ、そしてじゃじゃーん、スクさん、ほら見てください。これを掲げてカラスの反応を見ましょう。はーい。よし、じゃあ写真撮り出したなんだ、 SNS に載っけんのかあ、やっぱりそうだ、フォロワーを怖がらせましょうとか言ってるやる気満々だな。よし、じゃあ屋根に設置するか。写真撮ったんだろ、もういいっしょ。よし、カラスを屋根から追い払う。ふう、全部終わりました。この顔気色悪い。テレビは元通りになったはずです。結構ゴージャスなカカシだね。これは写真撮りたくなるわ。へえ。お、もうくつろいでる。庭の植物4文字まで。あ、クイズ番組見てんのかな。アジサイだきっと。ああ、この家よ。ここにはたくさんの甘美な思い出があります。父に蝶ネクタイの結び方を教えてもらったり、初めて母に紅茶を出したり。これは本当なんでしょうか。両親は本当に家を売るつもりなんでしょうか。うん、悲しいな。ん、なんか喋ってたけど。お、一緒にテレビ見ちゃう？オースティン、ホールがこんなに快適になるなんて思わなかったけど、やってくれたのね。本棚、階段、テレビ、気に入ったわ。すげえキラキラしてる。だったら家を売る気が変わったんですか？嬉しいです、母さん。父さんを説得しないといけないわ。わかってるだろうけど、彼の頑固さは、ラで始まって、バで終わる二文字の動物並みだから、ラバかな？ラで始まってバで終わるってラバぐらいしかなくない？答えはラバだな。何をひそひそ話しているんだ？さすがクイズ好き一家。すぐ答えた。言葉当てゲームをしているのよ、あなた。やった。母はこっち側につきました。でも父はまだです。父の考えを変える方法は明日考えましょう。今日は遅くなりすぎました。もう一回区切っちゃったけどね、実況。一日が完了。よし、このまま次の日も実況しちゃおう。新しい一日を始める。母はすごいです。いつも私をなんとかかんとか。一緒に家を救いましょう。はよ寝ろ。はよ寝ろ。次の日。
おはようございます、クさん。家での熟睡に勝るものはありませんね。とても快適です。パリにいる夢を見ました。おお、ノートルダム。眠りを誘う鐘の音。ね？誰かがドアベルを鳴らしています。ああ、もう準備しないと。シャツはどこでしょう。こんな格好ではお客に挨拶できません。お、新しい人か。私のカフスボタンはどこですか？知らんわ。待ってください、ドアベルです。ん？ああ、そっか、自分で行かなくちゃいけないのか。猫か、猫がいるぞ。まあいいや、ちょっと行ってみよう。客に挨拶する。まさか猫じゃないでしょ。ふう、やっとカフスボタンが見つかりました。うん。カフスボタンぐらいなくてもいいじゃん。お、なんだ、女の人がいるぞ。真の執事はいつもピカピカな格好でいないといけないんです。あ、そうなんだ。お、誰だ、美人じゃね？お入りください。お待たせして申し訳な。そんな、キャサリン、本当に君なの？オースティン、びっくりしたわ。学校以来よね。何年経ったかしら。でも全然変わってないのね。ところで、あなたの猫を見つけたのよ。え？猫飼ってたの？っていうか、学生の頃から変わってないって、そんな若ハゲだったのか、オースティン。にゃー、ふてぶてしいな。すごく可愛いな。え、待って、猫？猫なんて飼ってないよ。あなたの猫じゃないの？だったら野良猫に違いないわ。猫シェルターに電話しましょう。一人ぼっちで外に置いては置けないわ。心配しないで、私がシェルターに電話するよ。飼う気はないんだ。飼う気はないんだね、二人とも。ふむ、音声メッセージにつながった。シェルターのオーナーが戻るのは明日になるそうだよ。あの、オースティン、明日シェルターが開くまで猫を預かってもらっていいかしら。家に連れて帰りたいんだけど、母が猫嫌いなの。ああ、キャサリン、昔と変わらず親切だね。いいよ、猫を預かろう。そうかな、親切を押し付けてる気がするけど、預かってくれとかさ。まあいいか。いい子にしているようにおやつをあげることにするよ。オースティン、最高だわ。仕事がどうのこうの。うん、はい。じゃあ猫に、あなたとおしゃべりしたいんだけど、すごく、なんだ？よくわかんないけど、もう帰るのね。猫を押し付けて。わかりました。猫は好きだからいいけどさ、なんか微妙だな、このやりとり。よし、猫に餌あげよう。猫に罪はないから仕方ない。スクさん、この猫用の餌を見てください。パッケージに書いてあります。美味しさ 20% アップって誰が確認すると思いますか？美味しさ 20% アップ、やっぱ誰か味見してるんじゃない、作ってる人が。ああ、だって人が食えないもの猫にあげてもしょうがないっしょ。そんな呼び方すんだ。子猫ちゃん、子猫ちゃん、餌だよ。そんな呼び方で来るんだ。食べてる。すげえふさふさな猫だな。もふもふ、ふさふさ。オースティン、猫を飼うことにしたの？綺麗ね。なんて名前？まだ名前を考えていませんよ。キャサリンが近くで見つけて、しばらくの間預かってほしいと頼んできたんです。じゃあ、野生なの？野生動物は森に住まないといけないわ。どんな思い込みだよ。それかサバンナか。どこであれ、野生猫の住む場所に。サバンナって食われるぞ、一発で。母さん、ただ野良なだけですよ。大丈夫。シェルターに電話して飼い主を探してもらうように頼みますから。それにしてもいい毛並みですね。どっかで飼われてたんじゃないの？オースティン、子供の時に飼ってた猫覚えてる？飼ってたんだ。あ、それで連れてきたのか。あなたは18ヶ月ぐらいで、あなたたちの全然読めない。会話が恐ろしく早い一族なのかな。それから逃げ出して忍者タートル。うん、読めない。猫が懐いてる。伸びしてる。冗談はやめて、オースティン。動物園に送ったのよ。何の話だよ。続き見よう。猫に名前をつける。もうキャサリンでいいんじゃない？めんどくせえから。よし、名前を試そう。オリバー？マックスかも。スモーキー？この猫は強情ですね。すごく気難しい。スクさん、いい名前を選ぶのを手伝ってくれますか？いいよ。お、自分でつけられんの？そうだな。じゃあね、何にしよっかな。
じゃあ秋の季節だからどんぐりかな。多分呼びづらいからグリとか呼ぶんじゃない。どんぐり？ゴロゴロ、お気に入った。呼びづらいから多分グリとかになる。やった、見つかりました。名前が決定したってことかな。どんぐり？ネズミ狩人にぴったりの名前だな。ところでオースティン、私のコートを見なかったかね。私の財布の隣のキューピッドの矢にかかってるわよ。あなたの帽子とスカーフは私が置いといたところ、プシュ系の像のところよ。あの階段横の趣味の悪い像か。像をハンガーに使っているんですか。母さん、父さん、どうして自分の洋服ダンスに入れないんですか。父さんが言うには、この方が実用的なんですって。単に散らかった洋服ダンスを片付けるのが面倒なだけだと思うわ。いや、それは間違っています。隅を整理して像から服を外すことにしましょう。それから猫のカゴを手に入れましょう。シェルターに行く前にどこか眠る場所が必要です。肘掛け椅子だと眠れないでしょう。それは確かですよ。そうかな、猫って割と自分でいい場所見つけて寝そうなもんだけどな。電話してる。もしもし、そちらはペットショップ？カゴありますか？いえ、ピクニック用のカゴじゃありません。猫用のカゴです。ええ、本物の猫です。大きくてモフモフです。配達してもらえますか？じゃあまた後で。すげえ、みんな勝手になんか、私を味方につけようとするんじゃないよ、どんぐり。どんぐり、あ、もうみんなどっか行っちゃった。嘆いてる？わあ、こんな風に描けるなんてって。でもなんかマネキンみたいでいいっちゃいいけどね、これね。服とか帽子とかかけとくの。当時階段の下を秘密基地として朝の橋は前聞いたね。よし、じゃあ続き見よう。猫のカゴを入手する。先にこれやろうかな。あー、選べんのか。これか、これか、これか。これはちょっとないな。ちょっと痛々しいな。ハゲのおっさんがこの猫グッズっていうのは。これシンプルですげえいいけどな。ソファっぽいし、まあ、これでもいいけど、色合い的にはちょっと階段の色と被っちゃうかな。明るい色の方がまだいいかな。これにしよう。どう？猫でいるのはいい気分に違いないね。食べて眠ってまた食べて。そうだよね、どんぐり。ゴロゴロ。どんぐり。どんぐり眉毛がめちゃ濃いんすけど。まあ、いっか。まさにそれを言っているんだ。あのカゴみたいに快適なものがあったら、私だって一日中眠りたいよ。全然カゴっぽくないけどね、これ。ソファーベッドみたい。よし、続き見よう。ゾウの服を取り外す。外しちゃおう。わお。母が、ゾウがローマの没落を目撃したかのようだ、と言っていたのは、誇張じゃなかったんですね。どういうこと？私一人では修復できないでしょう。幸い、あ、ぶっ壊れてるから没落したようだっつってんのか。なるほど。幸い、知り合いにアンディ・タナーというとっても才能にあふれた芸術家がいるんです。お。前の職場でアンディと知り合ったんですよ。彼は誕生日会の装飾担当として来ていて、一緒に大きな花のインスタレーション作品を作ったんです。インスタレーション作品ってなんすか？それ以降も何度か家や庭の飾り付けを手伝ってくれて、彼の芸術家としての視点は、少し独特ではありますが、きっとこの像をうまく修復してくれるでしょう。彼に電話してみます。あのさ、修復作業ってさ、独特さいらないと思うんだけど、下手に個性出したらなんかどっかのなんか、やべえ修復みたいになっちゃうよ。それこそ SNS で騒がれてたよ。元の絵と全然違うやつ。彼は開いたマンホールがどうのこうの。あ、猫がくつろいでる。ごめんね。もう全然話聞いてないわ、お前の。笑ってるで。いいな、猫ってくつろいでる時ってこんな感じなのかな。よし、続き見よう。隅を整理する。あ、そこか。しばらくお待ちください。ふう、ここにはガラクタがいっぱいですね。
まあこの世紀の廃墟全部きれいにしてくれたのね。すごいわ。それだけじゃありません。見つけたものを見てください。お気に入りのウォーキングシューズ、それに社交行事用のおしゃれ靴、それに私のドレス、全部お前のか。最後に来てから随分経つわ。これは誰かを訪問するときにぴったりなのよ。ウィリアム、ウィリアム。おう、上機嫌になったぞ。父が散歩の後でガミガミ言ってくるのをやめてくれたらいいんですけど、どう思います？スクさん、とにかく洋服ダンスを置きましょう。オッケー、洋服ダンスを置いて像を片付けるんだな。先に、いやー、どうしよう、星が足りなくなっちゃう。洋服ダンス置いちゃおう。ちょっと散らかるな、この置き方。この色はないな。緑の方がいいな。緑おしゃれだ、これにしよう。ほら、洋服ダンスがあるとホールがもっとずっと快適に見えますよ。わあ、お気に入りだったジャケットも見つけてくれたのか。よくやった、オースティン。ね、どう見える？すげえよそ行きの格好だ。いつものようにチャーミングだ。母さん、鏡を設置しましょう。そうしたら自分で見られますよ。なるほど。でももう星がないんで、今回はここまでにしときます。すごいね、もうだいぶ片付いたね。それはいいけど、両親気に入ったっていう割にはここに居ついてくれないね。どっか行っちゃった。猫もどっか行っちゃったわ。寂しい。次回はアンディタナーに電話して、彫像の修復と鏡を設置するって感じかな。というわけで今回はここまでにしときます。続きはまた今度。それじゃまたね。バイバーイ。